さあ、それじゃあですね、方言ニュース行ってみましょうか。今日の担当は植地和夫さんです。よろしくお願いします。はい、最後そうよ。道岩城かなてわちみぜみ中夜ごんわちの19日旧暦うちなぬくいめ中夜新わちの19日にあたといびん途中琉球新報の記事からうちなぬニュースうちてさびら中のニュースをホタルのいる環境を作ろう、あ、守ろう。ホタルのいる環境を守ろう。じのニュースやびん、ゆりなびら。那覇市つぼや地域で、ホタル保全活動や自然を守る取り組みをしようと、子どもエコクラブ、つぼや人人クラブが昨年末に発足しました。那覇市、那覇のつぼやうとうて、ホタル、ジーナ、ジンジナ、アンチ、ワタミウテ、イチョイビーシが、ウヌ、ジーナ、ホタル、マムユシと、自然、マムユル、トイクミスンチ、子供エコクラブ、ツボヤ、ジンジンクラブが、去年、九十の年末、年始、トシジリに、リキトイビン、リキヤビタン、立ち上がりビタン。初めての活動として、明日、つぼや町民会館で、ホタルについて学習し、会館周辺を散策しながら、ホタルを観察する、ホタル学習会プラス観察会を開きます。このつぼや人人クラブの初めての取り組み、試みとし、あちゃ、つぼや町民会館を通って、ジーナーについて便調し、あと、つぼや町民会館の前、みぐい、あっちゃがな、じなんじる、ホタル学習会プラス観察会 DC サビン。参加費は無料です。このスリーや、いちゃんだやびん、無料やびん、いちゃんだやびん、じのんじやびらん。沖縄自然環境ファンクラブの藤井春彦代表が講師を務め、ホタルはどんな生き物なのか、つぼやにはどんな種類のホタルがいるのか、などを学びます。うちな自然環境ファンクラブの藤井春彦代表が紳士師匠となって、ホタルはどんな生き物なのか、ジーナやチャーネル一虫やが、つぼやにはどんな種類のホタルがいるのか、チブヤンケや、チャングトールジーナヌーガでイイシーナラヤビンビンチョーサビン。今回の観察会に先駆けて先月28日にはツボヤ町民会などのメンバーおよそ20人が参加した学習会と20人が参加した学習会と観察会が行われました。今度の観察会に先立ち、先月9日の28日ね、つぼや町民会のメンバー数用が、いくる20人がするやに、するみそうち、この学習会と観察会が行われやびた。観察後には、ホタルに優しい環境づくりをテーマに、ホタルの環境保全について活発な意見を出し合い、このジーナンチアとジーナの一致やっさるようにするためにチャースが、で、ゆし、腕目にし、大目にし、ジーナの染みやっさるようの、染みやっさるような自然、たむちることについて、んな、どうの思い、な、めめの思い、いちん、いやに、ホタルの観察記録をつける、ジーナーについて調べてること、カチチキユン。また、ホタルマップを作る、ジーナーのウタル作るの地図、印チキユン。また、ホタルを鑑賞する際には、虫除け剤をつけないことなどのルール作りをする。このジーナー調べる土ね、んじる土ね、虫どきる薬、いや、虫抜きいる薬や
ドゥテンケチキランキマイチクユンチキランゴテネスン、子供たちと一緒に情報を発信するワラビンチャートマジュンナティなんけ知らせるようにすんナギの一員のアイビータンなどの意見が上がりました。クラブでは5歳から中学生までを対象にクラブ隊員を募集しており、ユリ・レイコ代表サポーターは、つぼやのホタルの存在をたくさんの子どもたちに知ってほしいと参加を呼びかけました。このつぼや人人クラブを通って生、年の一時なやから中学生までのわらびんちゃ宮地にクラブ隊員あちみとおい、ユリ・レイコ代表サポーターさんや、チブヤン系ジーナーの運でいること、フォークのワラビンチャーが若いし、苦遠いビンド、んち、このジーナークラブン会いいし、指かき遠いビン。チューヤン、ホタルのいる環境を守ろうんでのニュース、昨日18日の琉球新報の記事からうちでさびったん。また来週、ユシレービラ、ニヘイデービル、はい、どうもありがとうございました。今日の担当は植地和夫さんでした。